中日、日ハムと4対4で引き分け、9回裏2アウトからまさかの。2月18日、中日ドラゴンズは日ハムと試合を行い4対4で引き分けた。日ハムに2点を先制されるも、木下のタイムリーで1点差、その後日ハムに1点追加されるも、福永のソロホームランで2対3に。さらに8回表に鵜飼、9回表に福本のタイムリーで逆転し4対3となります。しかし9回裏、石川が2アウト2塁からヒット、ワイルドピッチで失点し4対4で試合終了となりました。分けたでー。ままええわ。タッツ頭下がっとるやん。いやー練習試合でよかったわ。タツ並みこそ落ち込んでたな。平和に終わった平和に。ハムさんお疲れやで、延長やろうや。中日の無敗、行く。負けてないからセーフ。またハムさんに勝てなかった。まあ負けなくてよかったんちゃう。改めてマルティネスに感謝。なんで日ハムに勝てないんやろな、1年前の春も勝てなかったやろ。細川でポジってもええか。ゆうく頑張れバッティングは悪くない、あとは守備における心理状態だけや。細川鵜飼という毎日最後まで居残り練習してる人が結果出してるのはええな。それに付き合ってる和田もええ。福永開幕スタメンありそうやね。セカンド守らせてほしい。サードでもセカンドでもええ方を使ってほしい。福永がいいなら周平に構わず、とりあえず福永は若い阿部になってくれ。